ピクミンの世界には様々な原生生物が登場します。その中にはチャッピーやヘビーガラスなどとは違い、様々な理由で皆さんの記憶から薄れていった印象の薄い生物が存在しています。ようこそゲーム生物図鑑へ、ガイドのペイです。7月6日でこのチャンネルも1周年を迎えました。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。今回はそんなのいたなぁというような忘れ去られた原生生物たちを今一度みんなで一緒に思い出していきましょう。まず最初は初代ピクミンに登場したこいつ、ヤマシンジュです。初っ端から地味オブ地味な見た目、まさかの貝類の原生生物です。一見美しい真珠のような球体をあらわにしていますが、それを取りに行こうものなら貝殻を閉じピクミンをがっつり捕食してしまいます。真珠を吐き出して倒したと思った後も油断してはいけません。真珠がなくても貝殻でピクミンをあの世に葬ってくるので要注意です。獲得した真珠をオニオンに運ぶと、まさかの50匹ものピクミンを増やすことができます。初代ピクミンにはドドロというトラウマ原生生物が登場してきますが、こいつを倒すと100匹のピクミンを産むコアを落とします。この2種に関係があるのかは未だに不明です。見た目の地味さと簡単にピクミンを増やすことができるので、再登場の望みは薄いかもしれませんね。次も初代ピクミンに登場している原生生物、フタクチドックリです。フタクチドックリってシリーズ解禁症でしょって感じる方も多いと思うんですけど、この戦車のような重厚な個体である成虫の姿はピクミン1でしか見ることができません。和名が違うので厳密には完全に同じ種ではありませんが、ピクミン2以降に登場しているこの幼虫個体の方が今や有名で、初代ピクミンの重戦車はボス級原生生物でありながら忘れてしまった方も多い残念な生物となっています。オリマも絶滅したのではと疑っていたように、ピクミン2や3の世界では二口どっくりの幼虫はいるものの成虫は登場しません。ここまで堅くなに続編で登場していないので、ピクミン4でも登場するかは微妙ですね。あとパターンが決まっていてボスの中でもかなり弱いのも原因かもしれませんね。武装をモリモリに積んだ最強の個体として続編で出てくれることを期待しましょう。次の原生生物はピクミン2でのみ登場したこいつ、サライムシではなくトテツチホカシです。シリーズでも印象深く記憶に残りやすいサライムシの 2P カラーのようなトテツチホカシは挙動から何からほぼサライムシと同じ。唯一の違いはピクミンをさらって地面にぶん投げるサライムシに対して、トテツチホカシはプレイヤーキャラであるオリマー&ルイを持ち上げてきます。ダンジョンでいちいちプレイヤーを掴んでくるのでシンプルに鬱陶しく、しかもオリマー図鑑を見てみると、トテツチホカシに捕まることはこの世界ではかなりどんくさいことらしいので、精神的にも追い込んでくるお邪魔原生生物で、ぜひ続編に出てくれとも思わないので再登場は厳しいでしょうね。なおピクミン3にはサライムシは当然登場しており、さらにトテツチホカシのアイデンティティであるプレイヤーをさらうこともできてしまうので、完全にお役御免といったところでしょう。見た目は意外と嫌いじゃないんですけどね。次にご紹介するのはまさかのボス級原生生物、ゴロムシです。素直に聞きます、皆さん、ピクミン2のボス級原生生物と言われてどんな生物を思い浮かべますか？大多数の方がアメーボーズやダマグモキャノンなどを思い浮かべたと思います。このゴロムシが一発目に思い浮かぶってことはなかなかないのではないでしょうか。もちろん続編でも登場していません。こいつの一番悲しいところは特に何もなく、シンプルに印象が薄いため忘れられているところです。一応面白いところをご紹介するのであれば、ルーイ君曰くホコタテ製ではデザートミートというものが流行っているらしく、ゴロムシの肉は甘くて美味しいため人気が出そうだというところくらいでしょうか。続きましてはまさかの人気種族、イヌムシ科に属している生物、ペチャッピーです。チャッピーと名の付く生物はみんな個性的で影が薄い原生生物なんているわけないと思いがちですが、ケチャッピーって意外と忘れられているんですよね。
シリーズ恒例のチャッピー、クマチャッピー、テンテンチャッピーはもちろん、焼きチャッピーも類似する種がヘイピクミンに登場していますし、続編でほとんど触れられていない唯一のチャッピーではないでしょうか。ケチャッピーは寒冷地に対応するためのモフモフが特徴的です。しかし悲しいことにピクミン3で雪のステージがあったにもかかわらず登場することはなく、なんなら寒冷地に関係のないペロチャッピーが登場している始末。ペロチャッピーはピクミン3で初登場の新種なので、たくさんの登場場面を与えたいのはわかりますが、ここで登場しなかったケチャッピーは続編に登場することはもうないんじゃないでしょうか。個人的には見た目や色合いが好みで、かなり好きな種族なので、ぜひ復活を願っています。次はピクミンシリーズ本編でいうと最新作であるピクミン3に登場したウスバミツモチです。ナンバリング最新作なので登場作品が少ないのは仕方がないのですが、なんせピクミン3の中でも印象が薄い。長い竜のような体が特徴的な原生生物ですが、ピクミンを襲ってくるわけではありません。ピクミンを襲ってこないことはとても嬉しいことなんですが、恐怖心がない分記憶にも残りにくいという、なんとも悲しい役回りの原生生物です。一応倒すと大地のエキスというピクミンをパワーアップさせる液体を落とすのですが、攻撃するとエキスを落とすというイメージは今までのシリーズに登場したピキマキの方が印象深く、何とも言えない立ち位置です。登場ステージも比較的後半なのも印象に残りづらい原因となっているかもしれませんね。今回トリを務めるのはまさかのこいつ、ピクミン2にのみ登場した花毛芋です。先ほどのウスバミツモチ同様、ピクミンに対して敵意はなく襲ってくることがないので、関わらずにゲームを進めることができてしまい、印象に残りづらい生物となっています。見た目も芋虫なのでパンチも効いていませんし、忘れられるのも仕方ないかもしれませんね。最大の特徴はピクミンを興奮させることに使う激辛の実などが大好物で、それらを全て食べ尽くしてしまうことです。ピクミンを無視して一目散に身に向かって突進していきます。動きも芋虫らしくうねうねしているんですが、なんと倒した後もうねうねが止まることがなく、生きたままオニオンに吸収されてしまう悲しい生物です。でもこれってどんなにピクミンの攻撃を受けてダウンしても死なないということなので、実は最強の生命力を持った原生生物なのかもしれません。幼虫なので成虫状態が存在するはずなんですが、本編でその姿を見ることができないので、今後の続編で成虫として登場する可能性は秘めています。実はピクミン3でもボツデータとしては菌種が存在していたので、公式的にも地味原生生物の中では優先順位は高いのかもしれませんね。まあ結果ボツにされたんですけど。さて、いかがでしたでしょうか。有名原生生物の裏に隠れた地味原生生物たちを思い出すきっかけになれば嬉しいです。地味でも魅力的なのがピクミンシリーズですし、彼らがいることで他が輝いていたり、生態系の表現としては欠かすことができませんので、時々思い出してあげましょうね。皆さんは全て覚えていましたか。この他にも忘れ去られそうな原生生物は存在しますので、またご紹介できたらなと思います。このチャンネルではピクミンをはじめ様々なゲームに登場する生物に焦点を当てて動画を公開しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。登録していただけるとぶっ飛びます。それではまた次回お会いできる日を夢見て、またね。はい、どうもおまけラジオです。いや、皆さん本当にありがとうございます。7月6日でこのチャンネルは、まあ、アカウントを作ってからっていうことになるんですけど、1周年を迎えました。ピクミン動画を投稿したり、今のようなゲーム生物図鑑として、始めたのは多分8月ぐらいだったと思うので、まあ、厳密にはちょっとね早いんですけれども、このチャンネルとしては1年ということで、まあ長いようで短いというかね、まあよくある表現なんですけど、そんな感じだったかなと思います。まあ元々はそのコロナの影響でね、時間がちょっとできたこともあって、でやってみようかなと思って始めたこのチャンネルなんですけれども、まあいろんなね、想像以上にいろんな人に見ていただいて現在に至るわけです。まあほとんどピクミンのおかげなんですけどね。まあこれからもね、ピクミンをベースにしながらゲームの生物たちの魅力を伝えていけるチャンネルを
まあなんとか頑張ってやれていけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、かなり僕飽き性なんで、本当に1年やれたっていうのは本当に見てくれてる人に感謝しかありません。モデルチェンジ版のねスイッチも発表されたので、その頃ちょうどピクミンが20周年を迎えるので、なんとかピクミン4が出てくれたら嬉しいなと思っております。じゃあもう動画毎日あげちゃいますからということで、今後もよろしくお願いいたします。ではまたね。